カシュクールとは胸元が着物のように打ち合わせになった女性用の上着である。カシュクールカシュクールは元はボレロほどの短い丈の打ち合わせのあるトップスを指していたが現在はワンピースからブラウス、ハーフトップなど様々な総丈の前開きで打ち合わせを持つ女性用上着に広く使われている。 ワンピースの場合は一枚布で仕立てることも可能で体に巻き付けるようにして後ろ身頃、を前立て側に回し腰のあたりでラップスカートと同様な方法で紐やリボン、ボタン、ピンなどで固定するブラウスの場合は裾のところで固定するタイプもある打ち合わせは裸けるのを防ぐため下枚とスナップボタンや紐で結ぶようにしたものもあるこのか。 襟元のみが打ち合わせになっていて、その下が縫い合わされて、前に開きを作らず、かぶりで着用するプルオーバー型のものもカシクールないし、カシクールタイプと呼ばれる。縫い合わせの位置は、アンダーバストから、ウエスト、さらに裾のものまでいろいろある。アンダーバストの場合は、打ち合わせになっているのは、ほんの数センチほどで、デザイン上のアクセントと言えよう。このか、短い丈で羽織って着用し、 左右の前立てをリボンのように結び合わせるタイプのトップスもカシュクールと呼ばれる。右の女性のシャツがカシュクールラップ型の衣料として緩めのリラックスウェア、内し重ね着用として仕立てられることが多いが紐の調整が可能でデザインによってはタイトにもできる。さらに襟元の開きの幅や深さによってはセクシーさを演出することも可能である。また、 サイズ調整や胸元を開けることが容易なため、マ、ま、タニティウェアや授乳用の衣類としても用いられる。1915年のナイトガウンとネグリジェの雑誌広告カシクイルは、現在は事実上、襟元のデザイン方法と考えられ、利用される、未記事はその母体となる、ワンピース、チュニック、ブラウス、ハーフトップなどの形状と想定する着用シーンにより、多様なものが利用される。 ありがとうございます。